こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。こちらのマゼックの担当しています菊池です。菊池さん、マゼックなんですけれども、はい、使っていただくといろんないいことがあるんですよね。そうですね、こういったスマートフォンでお使いいただいたりとか、はい、あとのタブレットでもお使いいただいてるんですけれども、うん、すごく楽だねというご意見をたくさんいただきます。なんといってもこうやってキーボードで文字をポツポツと選んでいく、ボタンの中から選ぶというよりもストレスがないですね。そうですね、キーが今たくさん、これですと20、30個ぐらいのキーがあるところ、はい、これだけいっぱいに、文字を普通にサラサラと書いていけばいいことになるので、うん、はい、まあ、狙わなくても書ける。そうですね、キーボードちょっと苦手という方にも、はいはい、考えたスピードで書いていける感じ。でも私あんまり字が綺麗じゃないんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫だそうです。私の字も大丈夫って、字を書くのは苦手かなと思う方でも、意外と認識するね、あ、そうなんですね、いう方が多いです。お、なかなかやるなという印象かなと思います。1回目に書いた時にちゃんと認識されなくても、この学習するので、はい、そうなんですね。そうですね、河野さんのマゼックは河野さんの字を、で菊池のマゼックは菊池の字を、だんだん学習して、でその人の書いた文字が、正しく認識されるようになります。いろんな登録もできてとても便利にお使いいただけるんですよね。はい、いろいろできます。単語の登録もできれば、文字の登録もできますし、ちょっとした絵を描いて、でバーンとね、長いものを登録したりということもできます。いろいろな技術や、あと使いやすさの工夫を入れて、必ず満足していただけるものに、してるつもりだけど、ということで、自信を持ってお届けできるものになっておりますので、ぜひお使いいただければと思います。はい、お昼休みのマゼック講座ということで、今見ていただいているこちらのチャンネルで、マゼックの使い方やコツとか皆さんのご質問に、お答えするようなこともさせていただくので、こちら見ていただけましたら、使い始めたマゼックを必ず使い続けていただけるように、動画の配信とか、あと他にもね、マニュアルだったりサポートだったり、いろいろご用意していますので、どうぞ安心してね、お使い始めていただければと思います。ぜひあなたのスマートフォンやタブレットに、マゼックをインストールしてください。どうぞよろしくお願いします。